ブルーノガマはポルトガル共和国ブラガ県ビラ、ベルデ出身のサッカー選手。アリス・テッサロニキン FC 所属。ポジションはミッドフィールダー。SC ブラガの下部組織出身。2004年16歳で UD レイリア戦に出場した。同年75万ユーロの遺跡金で FC ポルトに移籍した。1年目は主に B チームでプレーし、2年目からは レンタル遺跡に出された。レンタル先のブラガでは UEFA カップの FC スロバンリベレツ戦で得点した。2007年からはビトーリア FC へレンタル遺跡した。2009年7月、リオアベ FC に2年契約で完全遺跡した。2011年7月27日、スペインのデポルティーボラ・コルーニャに遺跡した。2013年8月20日、 ウクライナの FC ドニプロに3年契約で移籍した。デポルティーボへの復帰を経て FA となり、2018年2月17日、AD アルコルコンと短期契約を結んだ。2018年8月10日には、ギリシャスーパーリーグのアリス・テッサロニキ FC に2年契約で移籍した。2003年、ポルトガルとスペインの共催で行われた。 UEFAU-17 欧州選手権に出場し決勝でスペインに勝利して優勝した。2年連続で出場した2004年にはキャプテンマークを巻きプレイし3位決定戦で勝利した。2006年の UEFAU-19 欧州選手権ではグループリーグで3位敗退するも U-20 ワールドカップの出場権を得た。2007年カナダで開催された FIFAU-20 ワールドカップに出場し、ポルトガル唯一の勝利となったニュージーランド戦でフリーキックと PK による2得点を挙げた。ありがとうございます。